参議院選挙なんですけども今日はこの参議院のの基本の機を説明したいいと思いますあの国会はですねあの国によって違うんですけれども日本の場合任意制といってですね、まあ、2つのハウスがあって2つの州と3アメリカもそうですね上院下院ってあります韓国は1個だけですねで、まあ、衆議院と参議院2つあることによってですね、まあ、慎重に審議を行う意味があると。 いうことととと、まあ、といいううこここのので、まあ、ちょっとこの衆議院が行き過ぎたりですねあるいは足りなかったところを補うというような形でこの2つあって、まあ、同じことやってるんじゃないのかというご批判も時々いただいたりですね衆議院のカーボンコピーじゃないのかというそういう声もあるんだけれども、まあ、日本の場合は任命を憲法上取っていて、えー、こういった、まあまあ、ある種ダブルチェックを働かせるという、まあ、仕組みになっているということです。で衆議院は人 参議院は今245人で今度は3人増えますけれどもこの参議院の選挙はですね衆議院と違ってまず任期は6年ということなんですが半分ずつですね3年おきにこの選挙があって半分ずつ入れ替わっていくんですねで衆議院の場合はもう解散した、まあ、任期4年ですけど前回も4年かなり近いところまで行きましたが解散あるので解散を 内閣総理大臣がしたらですすすねその時点ででで終わり465人一気にクビになりますからその意味で総選挙っていうんですね AKB 総選挙っていうのは総ってうジェネラルっていうのに全員がいなくなるで参議院の場合総選挙って言わないのは半分ずつしか入れ替わらないので、まあ、総選挙とは言わないと、まあ、言い方としてそういうちょっと違いがあります合わせて今713人今度713人になると。 いうこ,とでこのうちの半分のですね参加、えー、して248の半分ですから124人がですね議席をめぐって争う選挙が参議院選挙ということであります。で非で選挙権は衆議院の場合が25歳参議院が30歳ということで5歳の差があって、えー、参議院議員と各都道府県の知事ですねこれはですね30歳にならないと、えー、非選挙権が与えられないと。 まあ衆議院はもう解散もあるから逆に民意に非常に近い存在に対して、まあ、参議院は少し退職高所交渉からですね、えー、こう見ていくという形でその慣れる年齢も5歳、えー、高いと多分ね当時の30歳ってらったらもう結構まあなんかいいおじさんおばさんみたいな感じだったと思うんですよ。今30歳はね結構若いけどまあ憲法制定当時30歳ってまあまあこうね 人生50年60年って時の30歳ですから、まあ、人生半ばぐらいの人がなるというそういうまあイメージだったんだと思いますでまあ我々ちなみにこれ18歳と20歳に非選挙権年齢を引き下げてね衆議院高,高校生衆議院議員とか大学生参議院議員が誕生して、まあ、若い当事者がですね国会に入ってこれるようにしようということも提案しています、えー、気になるのはお給料なんですけども、えー、当選したらですね皆さん これは衆議院、参議院共通なんですが、えー、月額の歳費が129万4千円です。でただ今、コロナでですね2割カットされてますから今、我々大体103万円100万円ぐらいの歳費をいただいているということでただ、ああちょっと言い訳程度いうところもらってもですねほとんどこう、えー、事務所の経費とかですね、えー、秘書さんの施設秘書の給与なんかに我々は寄付しているので、まあ、実際てここからもあのそもそも税金かかりますからね。 まあ結構手取りはあの50万ぐらいだと思います多分うんいや本当本当あの結構最高税率がかかりますからねだからまあまあ事実上今50万ぐらいの手取りでやってるというのがあのまあ議員の実態でありますそれでまああの衆議院参議院じゃあこれ何が違うんだって聞いてたもよく分かんなかったと思いますけど何が違うかというと私がね衆議院から参議院テコテコ歩いていくと一番感じるのはねトイレが豪華 これはね、圧倒的に違うんですよ。なんかね、これ大理石かななんか,なんかね、もうやたら豪華なんですよ。参議院の方が。やっぱり、あの、なんていうかな、使えるお金が一緒なのに人数が半分だから、その分やっぱり一人当たりのね、なんか部屋も大きくないか、うん、確か参議院の方が。なんかね、まあ、ちょっとこう衆議院会の日陰なんですけど、まあ、非常にこうなんか充実してると。あとエレベーターもね、なんかね、こう高級ホテルの、 エレベータータみたいな感じで衆議院はなんかその辺なんか普通のホテルのエレベーターみたいなまあそうですねなかなかね衆議院の方はねこのなんていうか政権をかけたあの戦いだっていうことなんでこっちは半分しか入れられませんからそもそもねあんまりその政権の枠組みに大きな影響を与えないんですがただ過去振り返ってみるとやっぱこの参議院で勝ったり負けたりすると次のやっぱ衆議院選挙にねすごく影響を及ぼすっていうことがあるので。 やっぱりこう参議院ってあの少しこう衆議院に比べて目立たないところあるかもしれませんが日本の場合参議院の実は役割というかその位置づけはめちゃくちゃ重いんですねだからこの選挙もですねえー、まあ岸田総理岸田内閣も非常に安定しているとは言われてますけども何が起こるか分かりませんのでぜひまあ皆さんね選挙に行っていただいてちょっと政治変えなきゃいけないなとかね これもうちょっとなんとかならないのかなと思ったらぜひここはね、主権者としての一票を投じていただきたいなというふうに思いますね。今日はですね、えー、今更聞けないこの参議院って何参議院の基本について、えー、お伝えさせていただきました。えー、それでは玉木チャンネル登録お願いします。